こんにちは、沢狂い TV のシカです。今回は沢登りの服装についてお話ししていきたいと思います。今回の内容としては、まず初めて沢登りに行く方向けにどういった格好をしていけばいいのかという話をしていきます。で、次にこれから沢登りを続けていきたいという方向けにどんなウェアを揃えていったらいいのかという解説をしていきたいと思います。はい、ではまず初めての沢登りでどんな服装をしていけばいいのかということについてですね。まず想定なんですけど、とりあえず初めてということなんで、真夏、暑い日に普通の沢、例えば泳ぎがずっと続くような沢ではない、普通の沢登りに行きますという場合ですね、どんな服を着ていけばいいのかというのを解説していきます。ざっくり言うと、動きやすくて乾きやすいものでしたら何でも大丈夫です。なのでとりあえず全身化繊のウェアで揃えていけば、問題ないです。もちろん下着から靴下まで全部乾きやすいものにしましょう。基本的に長袖長ズボンを着用して、肌はできるだけ出さないようにした方が無難です。沢には登山道よりも結構刺してくる虫が多かったりとか、あとは単純に岩とか木の枝とかに擦ってしまう、体を擦ってしまうっていう、可能性が高いので、肌は露出しない方が無難です。例としてはこんな感じで普通の速乾 T シャツですね、長袖の T シャツに、トレッキングパンツ、長ズボンですね、これを合わせる、もしくは別に動きやすくて乾きやすければいいので、こんなジャージでも大丈夫です。あとはもし持っていればウォータースポーツ用の、例えばラッシュガードなんかのウェアがあると、より体を冷やしにくいのでいいと思います。ただたまにラッシュガードにある冷感のやつですね、ちょっと濡れるとヒヤッとするというか、ああいうのはやめておいた方が無難です。でどちらかというと涼しさよりも保温性を重視した方がいいと思います。次に必要なのがこちら、雨具、レインウェアの上下ですね。普通の登山ですと、レインウェアっていうのは雨が降ってきた時にだけ着るようなものという認識だと思うんですけど、沢登りですと特に雨が降っていなくても保温や防寒のために着ることが多いです。沢の水って結構冷たいので、直に水を浴び続けているとかなり体温をすぐ奪われてしまうんですね。なのでそれを防ぐためにこの雨具を羽織るという感じです。夏の特に暑い日なんかは最初から上下着ていく必要はないんですけど、いざ寒くなった時に羽織れるように持っていくのは忘れないようにしましょう。あと手ですね。手も素手だとちょっと危ないので、とりあえずの場合はこういった軍手をしていきましょう。という感じで、特に初めて沢登りに行くからといって専用で買うウェアっていうのはないと思います。とりあえず登山もしくはスポーツで使っているものを併用してもらっても問題ありません。ただ結構こんな感じでウェアがボロボロになりやすいので、お気に入りのウェアとか、汚したくないものはあんまり着ていかない方がいいんじゃないかなとは思います。はい、では次にこれから沢登りを続けていくという場合に揃えていったらいいんじゃないかなと思うウェアについて解説していきます。まず一番最初に買った方がいいなと私が思っているのはアンダーウェアですね。沢登りはほとんど常に全身濡れてる状態になるので、普通の登山に比べても特に低体温症になってしまうリスクが高いアクティビティになります。なのでそういったリスクを少しでも減らすために、肌に直接触れるアンダーウェアはこだわった方がいいんじゃないかなと、一番最初に揃えた方がいいんじゃないかなと思います。じゃあどういったのがいいのかというと、ウォータースポーツ用に開発された撥水性が高いウェアであればいいと思います。私が知っていて沢登りに使えそうかなと思うのが2つしかないんですけど、まず1つはファイントラックのドライレイヤーですね。これのベーシックかウォーム、どちらかですね。であとはモンベルのアクアボディシリーズ、こういったものがいいんじゃないかなと思います。普通の登山に使うようなアンダーウェアだと、特に撥水性がものすごく効いてるわけでも多分ないと思うんで、撥水性が低いウェアだと
この肌にずっと水が残りっぱなしになってしまうんですが、撥水性が高いウェアだとすぐ肌から水を離してくれる、まあ、なので水から上がった時ですね、まあ、全身ジャボンと例えば使って陸に上がった時に水の切れがいいのでずっと濡れてる感じがしない、まあ、要は濡れ戻りが少ないっていうような、アンダーウェアを選ぶのがいいのかなと思います。次に靴下ですね。形状はいろいろあるんですけど、まあ、足袋のタイプの革靴を使っている方は先割れの靴下を買えばいいですし、靴タイプだったら普通の割れてない靴下を買えばいいと思います。で、大事なのは素材ですね。沢登り用に特に靴下を買うんであればネオプレン製の靴下を購入されるのがいいと思います。ネオプレンっていうのはゴムのような素材でかなり保温性が高いです。まあ、なので春先あとは秋といった水が特に冷たい時期にも沢登りに行くという方、もしくは、まあ、足先が結構冷えやすい方ですねは早めに揃えた方がいいんじゃないかなと思います。一応ネオプレンのデメリットとしては通気性が全くなくて蒸れる、まあ、特に下山の時にそのまま履いて降りると結構夏だと暑い時があります。まあ、なので、まあ、下山用に別の靴下持っていくですとか、あとは夏に関してはネオプレンじゃなくて普通の速乾の靴下を履くというのもありだと思います。次はグローブについてですね。沢登りで使われるグローブ大体4種類だと思います。まあ、1つ目が軽流グローブで指先ついてるタイプ、その軽流グローブのフィンガーレスタイプで、軍手で、最後に園芸用ゴム手袋、大体この4種類かなと思います。で、順に解説していきます。まず指先ありの軽流グローブですね。こちらは指先まであるので、まあ、しっかり手を保護してくれます。やぶこぎの時なんかに指先が傷ついたりするのをしっかり防いでくれるといういい点があります。まあ、ただ反面結構指先の縫い目のあたりが破れやすいですね。数回使っただけで破れてきちゃうっていう場合もあります。まあ、指先の消耗は早いと思った方がいいですね。次にフィンガーレスタイプの軽流グローブ、こちら指先が出ているので岩登る時なんかにかなり岩をつかみやすいです。まあ、ただやぶこぎの時なんかには指先が葉っぱで切れたりなんかはしやすいですね。はい、で次に軍手。軍手のいいところはぬめりにかなり強いというところですね。ただ消耗がかなり早いので、まあ、1回使ったら使い捨てっていう風に考えた方がいいと思います。まあ、なので沢に行く回数によってはもしかすると軽流グローブを買った方が安い場合もあるかもしれません。次にゴム手袋ですね。これは岩ややぶにかなりグリップがよく効きます。ただぬめりにはもうめっぽう弱い、まあ、なので沢靴のラバーソールみたいな感じですかね。あとは、まあ、軍手よりは耐久性は高いんですけど、それでもやっぱり数回使うとダメになってしまうというデメリットはあります。でグローブはどれを選ぶかっていうのは完全に好みになるので自分に合ったものを選ぶといいと思います。では最後に泳ぎ沢もしくは寒い時期に沢登りをしたいという場合のウェアですね。でこの場合は強力な撥水の効いたウェア、もしくはネオプレン、ウェットスーツですね。そういったウェアを揃える必要があります。強力な撥水ウェアの例としてはファイントラックのフラットラッシュというウェアです。私の場合は春先もしくは晩秋ですね、水がかなり冷たい時に着てます。あとは夏の泳ぎ沢もこれだけで行く場合もあります。で夏でも本当に丸一日泳ぎっぱなしっていうような沢だと私はウェットスーツを着ていきます。で、あと身につけるものつながりでもう一つ、こちら PFD ですね、ライフジャケット、こういったものもあると安心です。ライフジャケットまで着ていくなんてちょっと大げさだなって思う方もいるかもしれないんですけど、滝壺のところが変な流れになってたりするので釜に巻かれて沈んだりしないようにですね、念のため私は泳ぎ沢の時にはこういったライフジャケットも着ていくようにしています。ということで時期と場所を選べば特に沢登り専用で、まあ、ウェアを揃える必要はないのかもしれないんですけど、専用のウェアを揃えることによって
実際に沢に入った時に、まあ、より快適になっていくのと、まあ、あとは例えば泳ぎの沢に行けたり、春先晩秋行ける時期が広がったりですね、遊びの選択肢ですかね、増えていくので、沢登りをこれからも続けていきたいなと思う方は、専用のウェアを揃えていくといいんじゃないのかなと思います。ということで、今回は沢登りのウェアについての解説でした。この動画少しでも参考になりましたら、高評価、チャンネル登録もお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。